イランのメディアは19日アゼルバイジャンとの国境に近いイラン北西部でライシ大統領などを乗せたヘリコプターが不時着したと報じましたヘリコプターにはライシ氏のほかアブドラヒアン外相が乗っていたということですが詳しい事故の状況や安否は分かっていませんヘリコプターが不時着した現場は山中で 当局が現地に救出に向かっているということですが、霧などの悪天候で難航しているということです。ライチ氏は19日にアゼルバイジャンのアリエフ大統領らと会談したほか、両国の国境付近にあるダムや発電所の完成式に出席していて、その帰都だったとみられます。